2016年海洋学教室のご案内です。イルカにクジラにウミガメにサメに、さまざまな本物そっくりロボットたちを使った、見て触って、なんなら一緒に泳げちゃう、従来の海洋学教室に加え、車椅子の方々にも一緒にご参加いただけるよう、より乗りやすくなった新泳ぐ車椅子を導入いたしました。そのため子供から大人まで対応できる救命胴衣やウェダーをご用意いたしました。これらを装着すれば、水着になれない方も普段着のままで大丈夫です。こんな風にサポートがあれば、誰でも安心して乗れちゃう新泳ぐ車椅子。これは両手タッチスイッチタイプ、軽く触れるだけで操作できます。次はスマホの重力センサーを利用し、両手を使わなくても特製ヘルメットをかぶり、頭を行きたい方向に傾けるだけで操作できる、名付けて脳鎖コントロールタイプです。このタイプは左右の操縦桿だけでも前後左右こんな簡単に誰でも操縦できちゃいます。さらに両手や首も不自由な方のために、こめかみの筋電位を利用した名付けて脳波コントロールタイプなんてのもご用意いたしました。もちろんどのタイプも子供から大人までどなたも簡単に操作できます。安心安全設計ですので、ぶつかっても大丈夫。これでみんな一緒に教室に参加していただけます。みんなでナポレオンフィッシュを追いかけたり、脳波コントロールタイプに乗れば両手も首も全く使わずに、アオウミガメをこんな風に追いかけることだってできちゃいます。全タイプ前が空いているので、バンドウイルカと戯れちゃったり、世界最小のイルカスナメリと遊ぶことだって可能なんです。さらにはこんな体験も、両手が自由に使えるので泳ぐ車椅子を操作しながらのフィッシング、クロマグロだって釣れちゃうのです。泳ぐ車椅子の次のステップとして、ボートや救命胴衣で浮かぶだけで泳げちゃう水中スクーターも各種ご用意いたしました。なんならこんなぶっ飛び乗り物だって用意してありますよ。これらはすべて安全第一のものばかりですので、安心して気楽に楽しんでいただけます。最後は参加いただいた皆さんがいつでも気軽に水を楽しんでいただけるよう、こんな簡単泳げる椅子の作り方もお教えいたします。教室の所要時間は1時間から2時間です。プールとお手伝いとご理解さえあればどこへでも参ります。皆さんからのお呼びをお待ちしています。